ました。おはようございます。釣り子 TV です。これね、レイドジャパンのダッチの新色、スケベピンクに、別売りで売ってるね、こういうピンクのどぎつい羽を乗っけたドスケベピンク。これでいいバスを釣ることができましたので、ぜひご覧ください。よし、あー、バレた。よっしゃ、送った。よし。
食った。食ったよ。落ち着けるかな。よいしょ。よいしょ。おー、出たー。はい、来ましたよね。ダッチのね、ピンクバネにしたドスケビピンク。いやー、スパーッとね、吸い込んでくれました。はい、こんな感じでね。でね、見たら口の中にね、マスバリちぎれたね、ライトリグのマスバリがかかってるんで、これもね、外して逃がしてあげたいと思います。イエーイ、ダッチ。ドスケベピンク大活躍。結構いいサイズね。はい、ドスケベバスは45センチ、ね、45センチのバスいただきました。イエーイ。いやー、綺麗な個体。で、ほら、ちょっとね、口の中にこれね、マス針が引っかかってるんで、これをね、ちょっと取ってあげて、そんで逃がしてあげたいと思います。こういうちょっと雨が降って、普段だとね、結構警戒心マックスなようなポイントでも、気圧が下がってるから、朝からいろいろやってみたけど、全然バイト出せないで、んで、まあ、どんな動きかなみたいな感じでダッチ巻き出したら、結構短時間で、ね、2回ヒットしてくれて、いやー、ちょっとね、本当恐ろしいルアーっすね。まあ、この他にもね、いろいろ試したいやつはあるから、じゅんぐりにやろうとは思うんですけど、全然ボイルもないし、なんかチーンと静かになっちゃってたから、やべえかなと思ったんだけど、どうだろう、一日こんな梅雨みたいなしとしたした感じなのかな。でもなんかもうワンチャンぐらいありそう。フロロカーボンラインだけど、糸をなるだけ水面につかないようにね、よくこういう羽物の使い方ついてね、動画とかでもあるような感じで、こう、もうほんと弱々しくやってたら、なんか最初食ったやつはもう見えたんですけど、ふーって急にああいう岩盤の際から湧いてきて、じーはむって感じで、今のやつもね、ドバシャーンって感じじゃなくて、なんかもうすごいスッてね、吸い込むような感じのバイトの出方だったから、ちょっと弱々しくしてます。雨パワーで普段ワームとかでも結構じっと見てやめちゃうようなエリアのバスがね、どうしようって感じで、えい、くっちゃえ、ね、湧き上がってくれるみたいだから、鯉とかいっぱいいんだけど、結構それこそスピニングによるホバストとかね、いろいろ今日試してるんだけど、もう全部無視ね。中でこの弱々しい羽の動きだけ、なんか相手してくれるんで、
あ、ポイント休めながらね。多分この感じだから30分とか休めて、静かに丁寧に打っていけばもうワンチャンぐらいね、あるんじゃないかな。バンバンプラスアルファ。普段ちょっと濁ってる時が多かったんで見えなかったんだけど、結構ね、変な立ち位置というか、ブッシュがいっぱい入っていて、トップウォーターだからこそこんだけゆっくりね。アップルクラッドのライトテキサスとかでもいいのかもしれないけど、ただなんか今日は気圧も下がってるし、バスたちが食いたい気分かもしれない。地味なあれなんだけど、本当メタニウムが MGL スプル3がね、結構こういうゴワゴワなクロロとかでもピッチングとかでふわーってこうね、いいところまで飛んでくれるから。すげえ釣りが快適にできてるからバイトも出せているって感じね。岸際じーっと見てたりね、するやつとか、そういうのがいればこうやりやすいんだけどね。なんかね、そういう感じでもね、なんかすげえ 巨大な鯉が追いかけてくるんだけど、お前絶対食っちゃダメだ、お前絶対食っちゃダメだ。こういうのの後ろにあんない、なんか急にいたんだみたいな感じでね。もうちょっとあの本当尻尾が黒くてこうブラックバスが濃いな雰囲気で混じってたりするからね、バカになんないんだけど。さっきのはこれから追ってきたのかもしれない。食ったのはそこら辺だから、ほんとふわーっと餌探してなんか行ったり来たり行ったり来たりしてるやつがたまたま浮上して食ってくれたんだと思う。食ったの全然こっちの方だったもんね。ウォーターね、たまに釣るといいよね。ずっとドキドキしてるから、ね、はい、というわけで帰ってきました。これレイドジャパンのですね、ダッチにレイドジャパンのこのチューニングパーツというかですね、替え針のこのどぎついピンク色、これを乗っけたね、なんともピンクなね、ルアーで、このダッチがなんかスケベピンクっていう名前らしくて、でまあこんな感じにね、ケバケバしくなってるんで、まあドスケベピンクとね、命名させていただきますが、こんな感じのですね、羽物で、カポカポ泳がしていたら、あー2バイトあって、で一つ、釣り上げることができたっていうね、こういう嬉しいねやつを動画にまとめてみたんですけども、久しぶりにね、まあこう新色買ったんでダッチ使ってみたんですけども、おーやっぱいいですね。なんかね、静かにこうピチ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 、動画の中でも結構ゆっくり巻きでね、どんな感じで動いてるかなんて、カメラに映ってたんじゃないかなって思うんですけども、今ね、羽物って本当いろんな種類、いろんなたくさんね、泳ぎからボリューム感からね、出しどころからあると思うんですけども、なんかこのダッチに関しては、まあ真夏のドッピー感とかももちろんなんですけども、このね梅雨時特有の
しと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 こうまとわりつくような雨ね。そんな中で静かにこうピチ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 ってやってると、なんか食い方もドバシャンって感じじゃなくて、もううースーって感じのね、アタックだったんじゃないかなね。そんなところはダッチなのかななんていうのをね、久しぶりに改めて、感じることができたバイトでした。はたまたもっとね、バチ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 ってこうね、雨粒が水面をこうなんだろう、見えなくしちゃうみたいなね、そんな状況の時はやはりもうちょっとボリューム感のあるデカダッチであるとか NZ クローラーであるとか、そういった大きな羽物なんかがいいのかななんて印象はありますが、この梅雨特有のしとしと雨でこういった感じの静かに水面を切るね、羽物をチピ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 動かしていたらいいことがあるんじゃないかな。で、タックルの方なんですけども、今回はね、こんな感じのでね、釣ってみました。メタニウムね、これ新しい、二重メタニウムに、そんで、この竿がですね、ロデオクラフトのね、ホワイトウルフのね、17ポンドっていう、7フィートをちょっと超えたような、そういった長さのね、カーボンロッドなんですけども、なんというか、トルザイトガイドの、リングが積み込まれているから長くてね、結構ごついあのぐらいの大きさの魚も抜き上げられちゃうような、そういった、ハイパワーなね竿なんですけど、めちゃんこね、軽いんでおかっぱりで1日、ブンブン振り回す時なんかは軽快なんで、最近ねこれをよく使っております。でもう巻物だけで行くぞなんていう時は、このね、トルザイトガイドが SIC ガイドになった16ポンドっていうモデルがあるんで、もうちょっとね、でかい口径のガイドがついているんで、例えば NZ クローラーとかビッグベイトとか大きめのやつとかをね、シピシピ投げていくなんていう時はね、この、これ17ポンドではなくて16ポンドがいいよなんていうのを、聞いたことがあります。何にしろね、見た目以上にもう持つとね、あ、軽っていうね。そんで、こっちのトルザイトガイド仕様のものだと、ワームの釣りとかも非常にね、軽快にできちゃうんで、まあ、どっち投げるかなーなんてわかんないときは、こういった竿がいいんじゃないかな。で、メタニウムはですね、ノーマルギアのモデルのもので、糸はね、これ、フロロカーボンの、16ポンドライン。ね、これまた巻物やるかワームでやるかね、ちょっとどういう釣りするかってね、現場行ってみないとわからないなんていう時だったんで、とりあえずねフロロカーボンで、まあ、トップウォーターもやって、でその他ですねワームの釣りなんかもやってっていうね、こういう展開で準備していってみましたね。こんな感じの組み合わせ。まあ何にしても今回ね、主人公はねこのダッチですね。新色なかなかね、結構ローライトコンディションだったんですけども、視認性もよくで、こんな感じのクリアカラーでね、これまあとんでもない色の羽の色ね、こういう組み合わせで、守備よくですね、2バイトを得ることができたんで、ああそうだ、あんな羽近くの釣り具屋さんに売ってたなーなんてね、方はねこういう感じで羽をドレスアップしてですね、いろいろな状況で使ってみるっていうのも楽しいんじゃないかななんていうふうに思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、レイドジャパンのですねダッチの新色、スケベピンク、改め羽の色変えてねドスケベピンク、これでね、いいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。